はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト、ドラゴンクエスト、エンセント続けていきたいと思います。ですね、今メダル集めてたんだけど、あと8個中2個しか集まってなくてね。あとどこにあるんでしょうね。だからわからないんで、まあ、塔とかにもあんのかなと思うけど、いろんな人の話を聞いてみる。レミラーマ大事なんだろうな。まあとりあえずね、あそこどこだっけ、まあ、オーフェンの上かな。行ってみようか、あの隠しダンジョン。ちょっと行ってみよう。隠しダンジョンも気になるけど、この塔とかにもなんかあるんじゃないかなってちょっと踏んでてね。ないかな。上行ったらまた違うボスがいたりとかするのかな。ここも怪しいんだよね。で、怪しいとこ結構あるよね、洞窟とかね。なんかオーフェンの東の半島になんかあるって言ったよね。あれ、ここなんかいなかったっけ。誰かいたよね。あんなん撮った。あれ撮ってない。ないよね。なんか上行けばいいのかな。塔の中で不思議なもの見つけたんだ。お、なんだ。はい。お、なんだ、木のメダルだって。え、いや、何気に来てよかった。え、メダル3つ目か。じゃあ、え、金のメダルだって何それ。え、じゃあ上に何もないんかな。え、上行ったらむしろなんかメダル落っこってないかなって思ったんだけど、なんか違うさ、ボスとかいてさ、やったラッキー。ラッキーですね。こんな感じで世界中もあったらあんのかな。盗賊がいたところもあったじゃないですか。とりあえずこれで。どうしよう。隠しダンジョン行く？行くって誰に言ってか分かんないけど、自分で決めよう、それは。聞いたところで返答が返ってくるわけじゃないしね、これはね。行きたいところ行こう。お、あんたからもなんか取ったような気付けど。まあ、とりあえずここ上まで行ってみて、オーフェンでセーブして行っちゃおうか。なんだかんだ動画やって3分ぐらいしか経ってないからね、まだね。ここでけ、ああ。なんだっけ、なんだっけ、忘れられた寺院じゃなくてオーフェン。まあ、どっちからでもいいんでしょうけど。木のメダルか。3つ目見つけちゃったね。あと5個あんのか、世界に。どこにあんの。やっぱソフトースに落っこってんのかな。寄ってみるもんだね。あのさ、毒沼に絶対なんかあると思うんですけど。半島ってここの右のこと言ってっかな。まあ、いや、後で行ってみよう。とりあえず、気になってしょうがない場所が一箇所あるんで。
アスクルシャドウがいたってことは、あの奥に隠しボスがいるってことだよね。それなのか、メダル全部集めたらなんか武器とか手に入るのかな。あ、一個思い出した。あの、ラストダンジョンにもさ、扉あったよね。そういえば。え、そっち先行った方がいいのか。でもなんか鎧みたいなのいたじゃん。ちょっとここ行ってみるわ。ここなんかな。今日は普通に出てきて強烈な技だ。なんでバグなんか使うの？さあ、ペグマロ。ひどいなぁ。ここ来ていい場所？なんか強くね？なんか強いな。絶対これ隠しの隠し最後の感じだよな。一個宝があります。え、ちょっと待って、ギガデインいた。これやられるパターンじゃん。あ、こんな無理だってだ。おかしいもん絶対こんなの。ちょっと待てや。待って待って待って、ここまだ来ちゃいけないのかな。ちょっと待て、ちょっと後回し。あの、一個気になる場所あって。遠いな。あんなボスクラス出てきたらどうしようもないじゃん。400って、だって400ないのにどうやって合わせるのよ、あんなの。とかすごいよね、経験値ね。だって2000何百ってハグルメタル1050しか落とさないのに。ラスダンとかレビラマ使ったらなんかあるかな。でも全部回ったもんね。食わせられるっていうね。さっきのレベルは取り戻った。戻ったけど、破壊の敵を固定笑えるよね。まだ遊べるね。もう結構いいとこまで行ってんのかなと思いましたけど。消し去ることができなかった。上陸したとしても岩山に囲まれてるとんでもないダンジョンです。ここなんかない？あ、ないか。
あのさ、ここにさ、まあ、来たついでにまた来るの大変だから回りたいんだけど、この真正面にさ、なんか鎧着たやついたじゃん。あれ、どっかから、どこでどうやって行くんだろう。あんな感じで光んだ。アスクルの刃。アスクルの鎧。なんじゃそれ。我が志を受け継ぎし者は決戦時は近い。お前に私の最後の力を与えよう。お前先宝取っちゃった。あ、なんだ、新しい特技やって。我が武具と共に世界の破滅を防ぐのだ。アスクルとかよ。アスクルの鎧。200。92だっけ？カーロスの剣。待て。カーロスの剣はいいの？ここもそうだけど、奥にさ、ペンタドラゴンとかいないかなと思ってさ。ソフトウソもちょっと回ってみたいな、こうなってくると。待って、あの隠しダンジョン、なんかないの？ネミラーマでぜ、あんな風に光んだね。じゃあ街で光るってこと？どっかキラキラ、あんな風になんかあの。全部回ったぜ。あ、今ギガブレード使った。あんなの覚えてたの？ちょっと待って、魔法の鎧落としてるし。ギガブレード、天使ライネル。ライネルだったの？はみ出した究極の一撃。ここなかったよね。あ、1個ありますよ。どこにあるの？上がったところにあるんかな、もしかして。いや、ガス弾みたいなとこやばいな、あれ。ギガブレードで倒すのか、ライトニングデビルだっけ？あと1個宝ってない？どうなの？こういうとこだよね。わからん。しらみつぶしにやっていこうか。どっかで光んだろうな、多分。
だって、おお、魔法の鎧。だってさ、だって光ったじゃん。何もないとこにありそうじゃない ?1 個宝ありますね。2個あるじゃん、あそこ。だから空っぽだと思うんですけどね。まあ、回ってみっか、今回。今からだって変なさ、アスクルシャドウがいたとこ行ったってしょうがないもん。空っぽでしょ?ってことは、周りにあるのか。ネビラーマ大事だね。使わないでさ、しらみつぶしにやってたのよ、自分。それはないわ。上にあんのか。ちょっと一番奥まで、奥にもなんかあるかもしれないかな。やっぱりメダル見つけてから行くのかな。すげえ、いけすか堂の音だったんだ。さてさて、あと、スーパート以内には攻略したいんですけどね。ありそうじゃない？ないか。ああ、もうここだけではね、これあったら笑えるよね。何もないようです。何もないようですって光ったりしないよね。ないよね。ペンタドラゴンで売ることがないよね。ラストだもん、これ。ないよな。やっぱ一番上か。上何あるの、じゃあ。だってここにあるってなってんだよ、だって。一個あります。ちょっとカットするか。ありました、すぐ上に。お！待って、土のメダルって、あれ？地のメダルだったっけ？やった。あと4つだ。何気に集まんな。マジか。じゃあ、あと4つだね。待って。ここは？木のメダル。あ、そうだね。土のメダル、木のメダル、地のメダルだね。そうだね。じゃあ、あとちょっとソフトオス。ここにも一個あるのよ。あ、ネミラーマじゃないとわかんないね、あんなの。ネミラーマで。あそこ行ったし。あそこ調べたことあるし。あ、調べてなかったのかな。まあ、あったからよかった。
じゃあどこだ、あとは。もしかして、ちょっと今思ったけど、半島でもしかしてレミラーマ使ったら、いいなんて、バカな話しないよね。半島ってあそこだと思うんですけど。まあ、ではね、さすがに出ないよね。半島が東にあるって言ったけど、下行ったらケサロールなんだよね。半島ってどこのこと言ってんの？ここのこと言ってるよね、絶対、半島って。違うんかな？やった、メダル4つ集まりましたね。もう一個進展欲しいな、今回。いや、いいね。ここは？あ！伝説の武闘家オーフェンはオリハルコンの爪でヒドラと戦ったそうだ。遠い昔の話だけどな。いや、だからオリハルコンの爪どこにある？どこにある？どっかにあるでしょ。あ！オーフェンの道着だって。おお、マジかよ。東の空に暗雲が立ち込める。いや、いいね、来てみるもんだね。よっ薬草か。レミラーマ大事ですね。ここなんかあると思うんですけど、ない。敵いるけどね、後ろにね。あと1個宝あります。どこ？いやー、すごいね、これね。引かないね。ここら辺怪しいんですけどね。だって調べ、一回絶対調べたところに。調べたんですけどって感じですよね。調べたような気付けどね。武者の何？メガネ？なんだそれ。これかな。あれ？武者のメガネって何？凡人に見えないものが見え、おお！あれか、なんだっけ、シャドウの指輪みたいな感じか。え？待って、これ、これだったら、待って、今まで回ったとこ。武者のメガネ。いや、あんなんなかったよ。あそこ調べたような気がするんだけど。武者のメガネって何？まあ、何っていうか。まさかと思うけど、まさかと思うけど、なんかちょっと透明なってあるね。あー、なるほどね。ちょっとピンときたわ。今までのとこもう一回回る必要あんね。グシャ。あれでオーラでいけるんじゃない？違うかな？
だけ倒して810なの。いやー、敵地出すね、ほんとにね。あー、ちょっと進展ありましたね。あそこ行ってみよう。隠しダンジョンかな。どうした？じゃあどっか見えるようになってるよね、多分ね。あ、いけた。これ。レアアイテム市場だって。どうぞお通りください。いいの？そんな簡単に。この闇市でしか手に入れないものも、値はかなり張るが、それに見合ったものばかりじゃん。金結構あるよ。8万3000もあるよ。ここまで来れるとあなたもなかなかのやり手。どこの町で商売されてるんですか？アオロに宿やるよ。魔法の聖水だって。3500。大地のか、ガイアの盾。ちょっと待って。癒しの草。ちょっと待って、これ。世界中作るっていうのは待てやて。これ、ペンタドラゴン。5万だったじゃん。やったぜ。さて、ガイア。ガイアの盾。ほらよ、持ってけ、泥棒。待って、誰も装備できないの？あ、やべえ。揺るぎない守備力を持つ盾。待って、誰も装備できないよ。なんで？そう。買っちゃったじゃん。これの方が気になるんですけど。売り切れてしまいました。なんかでも加工できんのかな？ 7800 だった？あ、でもメダル手に入ったからいいや。ああ、なるほどね。レアアイテム市場だって。え、売ってるもの変わっちゃうのかな？とりあえず今回これ割ろう。愚者のメガネってのあったから、なんかありそうだけどね。あとレミラーマの使い方分かったね。愚者のメガネ持っていったらなんかあるとかない？あと3つだね。よし、次回ちょっと探してみよう。凡人に見えないの。これちょっと大きいね。はい。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、Xのフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。